ファスティングマイスターのやすしです。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日のテーマは孫は優しい食材の、今日はサをいきます。サ、魚です。魚、はい、魚っていっぱい種類ありますので、ちょっと簡単にですね、当てはまるというか魚の名前を言っていきますね。まずアジ、イワシ、サンマ、この3つから連想されるものが分かりますか？ちょっと考えてみてくださいね。はい、あとイカ、タコ、エビ、シジミ、カキ、カツオ、マグロって書いてます。で、この中に食べちゃいけない、食べちゃいけないっていうか、まあ孫は刺身の中のサリは含まれないっていうのがあります。なんだか分かりますか？はい、正解はカツオとマグロです。これはサニンは含まれません。はい、でこれがダメってことで、この上のアジ、イワシ、サンマ、あとシラスとかその辺が OK なんですけど、何が分かりますかね？はい、まずね、大きさです。大きさ、大きさがね、ちっちゃいんです。こっちは書いたのがちっちゃいです。はい、サンマもこのぐらいかな。でカツオ、マグロ大好きだと思うんですけども、こんな大きいですよね。すごい大きいですよね。はい、でそれがなんでダメなのかっていうのをお伝えしていきます。はい、まずこれは餌がなんだかわかりますか？餌はね、この自分よりちっちゃい魚で魚食べます。で魚っていうのは、まあちっちゃい魚食べ、またこの魚もちっちゃいの食べますよね。ちっちゃい魚とか、そこで海の中っていうのが、まあ水銀とかいろんな海洋汚染されてるんですよ。そこで食べちゃってる、アジ、イワシとかはね、食べちゃってる。でもそれでまたマグロ、カツオが食べちゃうってことは、今度これなんです、生物濃縮って言って、もっとぎっしりされちゃうんですよ。それがカツオ、マグロの入ってます、お腹に入っちゃってます。でそれが何年も何年も続くと、濃縮されたものがもっともっと濃くなってきますので、害が大きいんですよ。はい、その状態で食べてしまうと、やっぱ水銀とか海洋汚染っていうのがすごい盛ん、今言われてますけども、それでも害があるんですね。はい、なんでもしカツオ、マグロを食べたいっていうのを多分止めないんですけども、これは嗜好品の風に思ってほしいと思います。嗜好品です。はい、これ食べれば栄養になるわっていうんじゃなくて、美味しいから食べる、好きだから食べるっていうふうに思ってください。はい、でまずはその大きさね。あとはイカ、タコ、エビっていうのも、これは立派なサに入ります。あとシジミ、カキも入ります。はい、あとやっぱ水銀が多いんで、海の中には水銀、これがね溜まっちゃうんですよ。水銀だから、魚食べると人間も少しずつ水銀に侵されてきますので、水銀よく前の話で聞きますよね、なんとか病とか、それです。それ、はい、侵されてしまいますので、まあ注意が必要ですね。大きい魚食べると、はい、ちっちゃいのは問題ないですから、はい、大丈夫です。はい、で魚の中にはミネラルとタウリン、タンパク質が入ってます。はい、よくミネラル、タンパク質って聞くんですけど、タンパク質が多いです。魚にはタンパク質が多くて、まあタウリンっていうのは、まあ滋養競争、よく聞きますよね、そういうあのドリンクで滋養競争に効きます、タウリンが。なので疲れやすい人は特にシジミやカキとか取ってくれればいいかなと思います。はい、あと食べ方ですね。サの食べ方、はい、炒め物がいいのか、煮付けがいいのか、それとも刺身がいいのか、なんかわかんないですけど、いろいろあると思うんですけど、正解は生です。ここに書いてあると生、あ、見えないね。そう、生、生を取ってください。生、生は刺身ってことで、刺身、はい、イカ、タコ、エビちゃん、アジ、イワシ、サンマなども、さ、生の刺身で取ってほしいです。はい、さ、刺身じゃないっていうことは、火を通しますので、火を通すと、まあ、DHA とか EPA っていうのがなくなっちゃいます。これすごい重要な、栄養分になりますので、ここが抜けちゃうと、もっとほんと栄養が下がっちゃうんですね。はい、なんで下がらない、うちの生っていうふうに考えてください。はい、
で魚を食べるときは生、はい、もう一回ちょっと今日のおさらいをしますね。はい、魚は餌なんですけども、餌は魚なんですけども、まずサンマまでの大きさにしてください。サンマまでの大きさ、サンマは OK です。サンマ以上の大きさになってしまうと、サンマ以上というかもっとサンマより大きくなってしまうと水銀や海洋汚染が進んでますので、それに害されている魚が多いです。それを食べてしまうと余計害になりますので、サンマまでの大きさ。あと食べるときは煮付けで焼き魚じゃなくて生、はい、この2点を注意してほしいと思います。はい、なんか質問とかあればコメント欄に質問いただければ私お答えしますので、はい、ちょっと今日鼻が詰まってまして、ちょっと何言ってか、もともと滑舌悪いんですけども、余計滑舌が悪くなってしまいました。はい、ご了承ください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中、チャンネル登録よろしくお願いします。